わせです。ですね、今回は楽丈夫の採用実績、具体的な例ですね、についてお伝えしていきたいと思います。ゲームプログラマーの募集、結構うちも相談いただくんですけども、まあ、その中でやっぱり欲しいと言われるのは経験者ですね。特に 2,3 年程度の若手っていうのが一番欲しいっていうふうにお声掛けかかることがすごく多いんですけれども、まあ、今回その中でどんな人が取れたのかっていうところですね、これをいくつかお伝えしていきたいと思います。まずはまあ、C プラですね、使用言語としてはもちろん C プラがメインでコンシューマーゲームのプログラマーさんなんですけども、PS ビータのゲーム開発の方に関わってほしいということで、まあ、ジャンルとしてはアクションの、まあ、3D 使ったアクションゲームですね、そちらの方のプログラムに入ってほしいということで、まあ、メインまでもちろん経験2000なんでなくてはいいんですけども、サブの経験がある人、まあ、少なくともタイトル 2,3 本ぐらいをやってるような人っていうのがちょっと、まあ欲しいなというご相談いただきまして、まあ、うちの方でも募集かけてですね、結構都内ということもあって応募の方はまだまだ比較的多い方ではあったんですけれども、まあ、未経験者とかに比べてやっぱりちょっと減っちゃいますけど、まあ、最終的に、プログラマーさん1人内定がちゃんと出まして、で今で採用されてもう多分2年ぐらいは経ってるのかな、まあ、2,3 年経ってると思うんですけど、今でも活躍していらっしゃると。今はもういろんなジャンルのプログラムをもう精力的にバリバリ書いていらっしゃるということで、もうメインを張っている作品も何本かあるっていうお話も聞いてますので、まあ、コンシューマーゲームのプログラマー採用したいという会社さんありましたらですね、こちらの方にお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。